礼する。おや、あ、いらっしゃい。何かご依頼ですか？そのつもりで来たのだが、どうやら取り込み中のようだな。はい、まあ、その…何か困りごとかね？実はお城からの依頼のことで、大臣さんから取ってきてくれって頼まれたものがあるんですけど。錬金術師が知らぬとなれば、よほど希少な材料なのだろうな。私はまだ知らない材料の方が多いですけど。そうだ、ジオさんは知ってますか？ラプターステインって言うんですけど。ラプターステイン、なるほど、あいつの考えそうなことだ。ジオさん？ああ、いや、こっちの話だ。話は変わるが、やはり君に仕事を依頼したい。はい、大丈夫です。気分転換にも乗りますし。よし、では出発するか。行くってどこに？何か作るんじゃないんですか？いや、今回は君に私の護衛を頼みたいのだよ。護衛？でも私戦うのは得意じゃ。時間が惜しい。ほら、さっさと行くぞ。情けない声を出すんじゃない。もうすぐだ。もう、あんまりですよ。何も言わずにこんなとこまで。そう文句を言うな。これも仕事のうちと思って諦めてくれ。だって、声なんて聞いてなかったし。ではここから一人で帰る。わかりました。そんな顔をしないでくれ。多少強引だったのは謝る。この通りだ。ただ一から説明するより連れてきた方が早いと思ったのでな。じゃあもう説明してください。私何をすれば。よし、おしゃべりはここまでだ。物音もできるだけ立てないように。一体何やらされるの？私だぞ。どこですか？なんですか、あれ？この辺り一帯のモンスターの元締めといったところかな。では頼んだぞ。頼むって。そのまさかだ。さあ、行って。無理無理。完璧にやられたな。ここまで見事にやられるとむしろ清々しい。そんなこと褒められても嬉しくないです。向こうはまだやる気のようだな。立てるか。ごめんなさい、ちょっと無理かも。では仕方ない。僭越ながら私が代わりを務めるとしよう。今何が？全然見えなかった。
どうした？何をほうけている？ごめんなさい。何が起きたのかよくわからなくて。ジオさんがふってやったら、モンスターがひゃーってなって。まあ、だいたいそんなところだ。でも、あのモンスターものすごく強かったのに。私が弱すぎたのかもしれないですけど。そんなに大したことでもない。生まれた時から剣を振り回していれば誰にでもできる芸当だ。さて、君が探していたのはこれかな？これがラプターステインだ。武を競う者の間ではあれを倒した証としてそれなりに有名なものだ。錬金術的には全く価値がないようだがな。これいただいちゃっていいんですか？遠慮することはない。今日私に付き合ってくれた報酬だ。報酬って？では引き上げるとするか。あまり長い間若い娘さんを連れ回すわけにもいかないからな。今日は助かった。改めて礼を言わせてもらう。まだ怒ってるのか。強引に連れ出したことはさっきも謝ったと思うが。違います。怒ってるんじゃなくて、私何もしてないのにお礼までもらっちゃって。私が君に仕事を頼んだんだ。報酬を支払うのは当然じゃないか。でも私全然役に立ってなかったですし。気を使わせないために依頼という形にしたが逆効果だったか。破れはしたが君は勇敢に戦った。その勇気を称して私が君にご褒美をあげたと。やっぱり納得いかない気がします。見た目と違いなかなかの頑固者だな。困った。そうだ、次は君が私を雇ってくれればいい。ジオさんも。ああ、私の腕はさっき見せた通りだ。それなりに役に立てると思うが。それともあの程度の腕では不満かな？とんでもないです。ジオさんみたいな強い人が手伝ってくれたらすごく助かりますけど。ではそれで貸し借りなしとしよう。どちらかが負い目を抱えていては有効な人間関係は築けないからな。はい、ありがとうございます。やっと笑ってくれたな。では君からお声がかかるのを楽しみにしているよ。